この衣装をバービーがデビューした時に着ていたブラック&ホワイトのスパイクの
らの3体のファッショニスタロールも登場。これどう、エミチーって。こっちもちょっとめちゃくちゃ可愛くないですか？このパンって特にここのヒラヒラとか、オーシャンダーになってるところがめっちゃ可愛いですよね。確かに。これなんかファッションの参考にもなるし、いいよね、本当に。さらにドールだけじゃなくて、なんかバーに地球に優しい2階建てのピンクのお家も登場しちゃって、これはさあロフト付きのベッドもいいよね。さらにこちらラウンジ、はい、そしてバスルーム、こちらで最後にキッチン、わー、この4つのお部屋がめっちゃカラフルでキュートだよね。さあリサイクルボックスもあるんだけど、本当だ、みんなそう、これこれこれ、まあ、これ環境に優しい生活ができてるんだよ、これいいお家なんだよ、いいお家だ、ね、さあ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 バーミーキュー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 、実はバーミー登場から今までの間になんと250以上もの職業になっているんだけども、次の4つのうち、バービーが一番最初に登場した職業はどれでしょう、はい、この4つの選択肢のうちで、はい、一番早かったのはどれかという質問でございます。はい、1番から CEO、パイロット、宇宙飛行士、ブラッカー、OK です。はいはい、どうですか、みんなまとまった？では参りましょう、一斉にオープン。やってみたいよ
を応援してくれるスペシャルサポーターは、よろしくお願いします。ファイヤーファイヤーファイヤー世界を旅しながらスプレーアートのパフォーマンスをしているこちら、梅ちゃん先生。実は梅ちゃんスバリーのお友達で師匠、スバリーも梅ちゃんに教えてもらってからスプレーアートを始めたんだぜ。俺はウルトラマンです。
美味しかったです。よかった。美味
私お腹いっぱい飲みました。楽しんでもらえたようで何よりです。おはスタ丼をごちそうになったお礼に、おスバニーにはこれをプレゼントします。おいいの招待状カラクチのみんなわかるだろ。そうなんです。僕たちカラクルビーチの初のワンマンライブがなんと開催決定。いつも動画の中で活動している僕たちとみんなが愛ちゃんとんでもないイベントなのだ。ぜひみんな愛してね。カラクチのみんなどうもありがとうございました。あの気になる方はぜひこのワンマンライブの情報もチェックしてみてください。ご招待ありがとうございます。そしてスプリンアートもね今後は楽しみですね。はい、ということで明日の